皆さんこんにちは、トイソイズのゆうきです。 We are Girls Girls 2、 ずっと追加リリースイベント、はい、というわけでガールズガールズラッキーラッキーのリリースイベント、ガールズガールズは仙台と豊洲に行きまして、ラッキーラッキーはね豊洲の1回だったので、そちらに参加して開封とレポートをお届けしたいと思います。まずは開封からどうぞ。皆さんこんにちは、ゆうきです。みむこうです。トイソイズです。イービーンズの、あの裏の路地的なところに来てます。はい、来てます。今回みむこさん1枚、はい、で僕も1枚、今日実家から妹を連れてきたので、その分1枚、はい、合計3枚ね、これから開封したいと思います。はい、じゃあいつも通り見えちゃいそうなので、はい、構えましょう。せーの、じゃっじゃっじゃっ、おおおなっつぁ、はいはい、いきますよ、はい、せーの、はい、なあ、おもしー、いいだろう。あなたももちん出しすぎじゃないですか。ももちんね、バカリの時にね、交換しちゃったんだけど、うんうん、帰ってきたね。帰ってきた。いい加減よかったら地引きしない？これ。できてなさすぎる問題がね。じゃあ行きますよ。せーの、じゃんじゃんじゃん。せーの、じゃん。おい。はい、行きましょうか。はい。せーの、じゃん。おめでとうございます。やっときた。座り方、押さえたけど、うるさい。座り方、もう仙台大好き。やったね、地元で地引きは強いっす。いや、よかった、うん、実はもう交換しまくってんで3枚ぐらいある。優しい視聴者の皆さんが交換しましょうって言ってくれて、地引きってまたちょっと違う。いや強いっすね。よかったね。じゃあチェキ参りましょうか。はい、チェキもね、地引きしたいね。そうだね。じゃあ行きます。はい、せーの、じゃんじゃんじゃん。逆だね。え、お、え、え、本当に、何。いきますよ、はい、せーの、ここに来ておめでとうございます。おめでとうございます。え、もう仙台大好き。もうね、仙台に住もう。うん、帰ってこようかな。うん、帰ってこよう。仙台っていいとこだって。いや、仙台ね、いいとこ。みんな、宮城においでよ。はい、2枚目。はい。せーの、じゃん。おお、おせーの、じゃん。おー、くれた。くれやー。流山で出たかな、ジェキ。うんうんうん。2枚目ですか。2枚目です、ね。2枚目です。2枚目ってやってるね。あ、2枚目。なるほどね。うん、2枚目。2枚目ってやってます。じゃあ僕もトレカー見たいと思います。はい、せーの、ドン。おー、みー。いや、最初に引いてるんすわ。かぶりか。うん、かぶりっすね。あ、そっかそっか。まあでも今日来てないんで、ここに来てくれましたね。じゃあ実質みなみちゃんちゃんと出席したと。あ、出席。あ、はい、ありがとうございます。みー。じゃあ席の方行きたいと思います。はい、せーの、せーの、ドン。おー、ちょっと待って。ちょっと待って。おっと、ちょっと待って。ちょっと待って。おっと、おい、これはさ、ももちゃんの方が俺のところに来てる。え、ももちゃん何枚目ですか。5枚目ですね。今までに引いたりいただいたりしたももちゃんがこの4枚で、はい、さらに初めての横ももが追加されました。ファイブカード、ポーカーなら勝っちゃう。ポーカーで、ね、そんなしないからファイブカード。無敵すぎちゃう。え、おかしいもん。すごいね。すごいね。今回のリリーで通ってよかった。よかったね。はい、今追加取ったので急いで開けたいと思います。はい、トリカ、せーの、じゃん。ナイス、そうです。はげろ。いや、はい、トリカ、せーの、じゃん。え、ちょっと待って、ちょっと待って、サクッと取れなくなっちゃったけど、ちょっと待って、ちょっといきますね、せーの、じゃん。おー、ちょっと、はい、右、はい、右、はい、右、こう、さっ、はい、はい、え、からのおーおいおいおいオッケー。はい、というわけでガールズガールズとラッキーラッキーの CD 買ってきました。では早速ラッキーラッキーのチェキから参りましょう。私服チェキも追加されたということで、そろそろ日賀さんをね、地引きしたいところ。いきます、せーの、じゃん。せーの、じゃん。おー、ヒーロー。トレカ合計5枚出ましたけど、非常にヒーローチャウンがいいですね。はい、2つ目、せーの、じゃん。おー、おー、せーの、じゃん。リラー。
リナちゃんのチェキ3つ目、リナ運が良すぎる。全部リナちゃん地引きしてる。そして日賀さん来ないねー。CD も開けちゃいましょう。もうポンプしたので、正直誰が当たっても嬉しいです。もう一層6枚目、7枚目出た方が面白いとさえ思ってます。せーの、じゃん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 。おー。せーの、じゃん、ほら6枚目もうなんか逆に嬉しいわ。おい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 、ほらね、ほらね、ほらね、ヒーローちゃん運がめちゃめちゃいい最近。ラスト参りましょう。いきます。せーの、じゃん、おお。せーの、じゃん、おお。キキー、ちょっと待って、あのね、先週の幕張と同じ出方してる。変なミラクル起こすのやめてもらえるそれではガールズガールズトレカから参ります。せーの、じゃん、おお。せーの、じゃん、おお。みさきー、ほらまいきます。はい。せーの、じゃん、おお。せーの、じゃん、おお。みー、推しじゃん。はい。みさきはサイン入りがね、この前仙台で出ましたから。はい、チェキ。せーの、じゃん、やばい。マジやばい。マジ。せーの、じゃん、みかわいい。うんうんうん、いいじゃんいいじゃん。みなみちゃんのチェキも初めてかな多分。ここでね、ヨーカちゃんを当てたい。せーの、じゃん、おお。せーの、じゃん、ももちゃんももちゃんのチェキもね、ミムコと交換しちゃったから、はい、まあ自分のが当たったってことで、ウエストですね。ウエストです。じゃあ封入特典1枚目。せーの、じゃん、せーの、じゃん、みーみなみちゃん多いですね、今回。あれか、カメラマンがあっくんだからかなリリーメトリカと、はい、チェキと、これと、連続できてるね、はい、当ててないのがキラちゃんなので、キラちゃんが出れば割と満足だけど、どう転ぶか。いきます。せーの、じゃん、おお。せーの、じゃん、キラー、きた、コンプした。ただね、あのヨーカちゃんとトワちゃんが今仙台で眠ってるので結果的にコンプできたってことで、うわ嬉しい、キラちゃん。というわけで、ここからはそれぞれのレポートをお送りしていきたいと思います。まずは E-Beans で行われた仙台からですね。たまたま帰省してたミムコと、実家で暇そうにしてた妹の3人で参戦して、いやなんか地元のよく知ってる場所にガールズガールズが来るって不思議な感覚でしたね。セットリストは、スワイプアップと、メイクマイデイと、マジック。今回、みなみちゃん欠席だったんですけど、その分他のメンバーがカバーしてて、特にね、メイクマイデイのね、ももかちゃんとみさきちゃん、メイクマイデイってみなみちゃんが歌うパートが多いので、その二人が特にカバーしてたのが、すごい印象的で、またね、ちょっと普段とは違う雰囲気というか、他ではね、見られないものが見られましたね。スワイプアップの序盤に音響トラブルがあったりとか、会場にいるほとんどの人がリリーベ初めてって感じで、だからね、他の会場に比べると発声がちょっと控えめだったんですよね。どうしてもね、仙台リリーベが初めてなので、スタッフさんもファンも不慣れな部分が結構あると思うんです。だからね、今後とも仙台を育ててください。リリーベまた来てほしいですね。みなみちゃんなんか2年前のファミに引き続き2回目の仙台欠席なので、本当にまた来てねそんなわけでお見送り会なんですけど、リリーベイ5回目ってのもあって、会場でね、ちょっと浮いちゃうぐらい声を出してたんです。なんかこう回る時に、うるさくてごめんなさーいって言って、リーダーみさきさんから、いつもありがとうございますって言われたんです。トイズトイズとしてではないと思うんですけど、まあね、いつも全身紫の格好とかしてるんで、いつも来る人っていうね、印象を持ってもらえてるのは嬉しいですね。結局2枚買ったのでもう一周したんです。トレカとチェキ地引きしたので、地引きしたよってヨーカちゃんに店に行ったんですよ。そしたらヨーカちゃんから、やるよーって言ってくれて、友達じゃん。いやー、嬉しかったですね、本当に。続いて、豊洲のレポート。まずはね、ラッキーラッキーの方からお話していきたいと思います。今回の豊洲のリリーベが、キッズエリアと一般エリア、上手下手が逆で、今回はね、下手から見たんですね。上手と下手入れ替わると見え方が違うから、いつも見えないものが見えるというか、なかなか面白かったですね。で、もう、本当に本当に沼なんですけど、つばきちゃん、向こうからパンサくれて、にわかには信じてもらえないと思うんですけど、僕、豊洲のリリーベの前日のマジカルテレフォン当たって、例によって詳しい内容は話せないんですけど、つばきちゃんに明日リリーベ行きますねって話したら、じゃあ絶対見つけますねって言ってくれたんです。本当に見つかった。すごい。しかも、つばきちゃん、上手にいたんですね。僕、下手側で。目があって、こうやって T 作って、その後、キツネしてくれたんです。す
すごくね。パフォーマンス中めちゃめちゃ目が合うし、つばきちゃんってダンスパフォーマンスめちゃめちゃ楽しんでて、もうね、笑顔が素敵なのよ。で、退場の時は、つばきちゃんとゆうわちゃん、それぞれから狐をやってもらって、久々にね、前の方で見れたので、本当に楽しかったですね。で、そうだ、ドリームスタンドアップ、ポールがめちゃめちゃ難しいって話をしたと思うんですけど、デムボの裏に封入特典のトレカ全部貼り付けまして、無事にね、カンニングができたので、綺麗にコールすることができました。相変わらず、ドリスタは難しいからね、声が控えめなので、皆さん、次回のね、何かしらのイベントでドリスタやるときは、一緒に盛り上がりましょう。で、お見送り会ではその全部貼り付けたネムボを見せて、カード全部集めましたって言いながら回って、リナちゃんには、サイン会ありがとうございましたって言って、で、ツバキちゃんは、権限通り見つけてくれた、ありがとうございますって話して、そんなね、リナちゃんとツバキちゃんにうつつを抜かしてたら、ユーワちゃんとほとんど何も喋られて、手振って終わっちゃって、本当にユーワ推しとして最大の失態。こんなネムボを全5箇所掲げていったのに、最後の最後でそういうことやっちゃうっていうね。で、2回目は今度こそこのネムボをちゃんと掲げて、ここ刺して5箇所行きましたって言ったんです。ゆきさんありがとうございましたって言ってくれたんです。毎回ちゃんと名前で呼んでくれるうちの推し、本当に素敵、本当に嬉しい、本当にいつもありがとうございます。で、ガールズガールズですね、今回披露して楽曲ジンジン人生紹介ソング続編、アイワナ宣言、メイクマイデイ、マジック、レタス、5曲披露。リリースイベントですよ。リリーベで5曲ってなかなかなくないですか。特にジンジン人生はね、リリーベの距離で聞いたことなかったので、ボールがめちゃめちゃ楽しかったですね。僕が見たスペースは結構後ろの方だったんですけど、結構ゆとりがあったので、意外とね、快適でしたね。で、お見送り会ですね。ボード持って、ようかちゃんのところ行って、はじめましてって言ったら、うざけって言われました。はい。ちゃんと突っ込んでくれたので、ここを指さして、6箇所行きましたって言って。で、2週目がですね、We are Girls Girls の、この W の字。今回のリリースイベント、記念写真とかでよくこのポーズしてたんですけど、これを分解すると、5っていう意味のこの V みたいな形になるじゃないですか。私たちが歩んできた5年間、こっちがファンの皆さん、応援してくださった皆さんの5年間、掛け合わせて We になるんだよみたいな話をしてて、もうね、その文字通り、こうやって V サインして、We って、回ったんです。向こう側からね、 V サイン合わせてくれて、メンバー8人と V を作って、リリーベ最後にふさわしい見送り会になったんじゃないかなって思います。はい、というわけで今回は追加開催されたリリーベのね、開封とレポートを行っていきました。今回のリリースイベントを通して本当にいろんな人との出会いがあって、いつもの方もいれば初めましての方もいたし、結構もう 1,2 年ぶりとか本当にご無沙汰の方もいらっしゃいましたし、ガールズガールズのラッキーラッキーがそういった縁をつないでくれるっていうか、この界隈で推し活ができて本当に幸せだなって思いますね。2月の頭から始まったリリースイベントも気づいたら2ヶ月ぐらい経って、あっという間に過ぎ去ってって、すごく濃密な2ヶ月間でしたね。結構リリーベ制覇への道で頑張りすぎちゃった部分も否定できないので、今後またね、自分たちのペースで無理をせず、何よりも一番楽しんで YouTube 続けられたらなって思ってますので、現場で出会う方、動画を通して見ていただいている方、一緒に楽しんでいただければと思います。これからもよろしくお願いします。この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。